せーの、やーともかほです。皆さん、牛乳はお家に余っておりませんか？あー、余ってると。今日はそんな皆さんにおすすめの美味しい美味しい簡単なお料理を紹介したいと思います。はい、その名も牛乳ラーメン。僕めっちゃ大好きなんだよね、牛乳ラーメンは。じゃあお父さんのレシピなんですけど、お父さんが北海道に旅行行った時に美味しすぎて、同じようなのを家で作りたいってなって試行錯誤して作ったやつ。お店屋さんにないよね。ないよね、見たことないもん、牛乳ラーメン置いてるラーメン屋さん。なので今回はそんな牛乳ラーメンを作っていきたいと思います。はい、それでは皆さんご一緒に、始まり始まり。それでは材料の説明お願いします。はい、牛乳、塩ラーメンの素、シャキッとコーン、メンマ、煮卵、ニンニク、ベーコン、海苔、ネギ、胡椒、そしてなんとラーメンです。まずはニンニクをすってください。はい、どのぐらい使うんですか？1人前4分の1ぐらいあればいいから、半分ぐらいやっちゃえばいいんじゃないですか。半分ぐらいやっちゃいましょうか。じゃあニンニクが大好きだから。そう、まあさ、ニンニクさ、切った後の手の匂い好きなんだけど、嗅ぐの、おかしいよそれ絶対に。うわ、ニンニクだって。じゃあすりおろしていきます。はい、ニンニクのすりおろしの完成です。はい、続いては、続いてはスープを作っていきます。はい、スープはですね、塩のスープの素と牛乳を使って作るんですけど、塩の素が例えば水300必要だったら、200牛乳100水って感じで、ほぼ牛乳ちょっと水って感じです。これを沸騰させます。はい、はい、じゃあ入れていきます。はい、タラリラリタラリラリ。はい、じゃあニンニクを入れてください。はい、全部入れちゃってください。はい、はい、それでここに、うちらは2人前今から作るから400入れて、牛乳を400と、タラララララララーン、おー、タラララララーン。はい、見てください皆さん、賞味期限ギリギリなんですねこういう使い方をしてください。こういう時に必要です。お水で、お水を100と、はい、はい、ちょっとで、これを沸騰させる、沸騰させます。あ、この間に麺を茹でる用のお湯を沸かしてください。はい、では次にトッピングの準備をしていきます。はい、ネギを小っ端切りしてください。はい、これはじゃあお好みの量でいいってことですか？うん、うん、で、これをこうするとみじん切りになるんですね。ネギの小っ端切りの完成です。次は丼を用意して、お皿を温めときます。おー、本格的ですね。お湯を入れてください。はい、はい、OK。 はい、次はベーコンを焼きます。チャーシュー用ですね、チャーシューの代わりというか、こういう感じでいいですね。これはあれですかね、全面に焼き目がつけるぐらいでいいですか？はい、ベーコンが焼けました。湯気ったので、麺を入れてください。はい、いきます。はい、はい、さっと、さっと、OK です。これで2分半ですね。はい、麺はですね、固めに茹でた方が美味しいので、2分半から3分のやつとかだったら2分半でっていう感じで、短めにやる方が美味しいです。スープはこうなるんで気をつけてくださいね。麺が上がりました。はい、ここから時間勝負です。はい、はい、お湯を捨ててください。はい、捨ててください。スープ、スープ注いでください。はい、スープ注いでください。炊く。はい、はい、はい、ちょ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 、入った。はい、次次麺入れてください。麺、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 あ、固まってきてる、やばい、急げ。半分ずつだからね。はい、はい、トッピングしてください。はい、はい、チャーシュー綺麗にね。はい、顔がやった方がいいんじゃない、これ。チェンジチェンジ。はい、チェンジチェンジチェンジ。半熟卵は本当は自分で作った方がいいですよ。ペポちゃん。はい、はい、続いて、続いてメンマですね。こんぐらい、うん、はい、急いで急いで。次、続いて海苔、海苔、続いて海苔を添えて、最後に、最後にバターをポトンと、じゃん、で最後に、はい、胡椒ですね。胡椒は絶対必要です。これマストなんですね。はい、完成。ごめん、完成じゃなかった。はい、急いで急いで。おー、美味しそうになった、いきなり。はい、急いでください。メンマ、オッケー。はい、本当の完成でーす。完成。それでは食べましょう。はい、いただきます。
でん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 あ、溶けてる。そういえば忘れててネギを追加しました。そう、忘れてました。こんな感じでじゃあ完成しました。食べないうちに食べましょう。のびちゃんのびちゃん、いただきます。好きなんだよね、よく。スープから飲もうかな。いただきます。あー、うまっ。おいしい。あ、ニンニク効いてるわ。ね、ニンニク多めの方が僕たち的には好きだけどね。でもね、翌日に響くよね。まあそうね。じゃあ麺をいただきます。あ、うまっ。うん。食レポをするとですね、まあ、やっぱ味は塩のスープの素を使ってるので塩ベースなんですけど、うん、そこにね、牛乳のまろやかさが加わってるんですね。あとバターがいいよね。そう、バターとニンニクだね。うん、ニンニクがね、超ガツンと効いてるんですよ。おいしい。おいしい。コーンがね、うん、甘いからそれもいい。やっぱさ、家でラーメン食べるってなるとさ、うん、本格的なの作れないじゃんね。そうだね。だけどこれは家で作るラーメンですごく満足できるラーメン。ごちそうさまでした。というわけで今日はカホのお父さん直伝牛乳ラーメンを作ってみました、はい、めちゃめちゃ美味しくて、しかも簡単に作れるので、うん、ぜひ皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。作ってみてください、はい、もしこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で。めでたしめでたし。